皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。いやー、前回ねバッドスタッフのとこあそこ見たらやっぱクラッシュってなってたんでね、まあクラッシュしましたね。まあ、よかったですね。やっぱ直前に嫌な予感がするということでね、まあ、仕切り直しという形になるんですけれども、再びクリンパーペット部隊突撃していきたいと思います。二人同時に入ってくんないとちょっときついよね。どう？これでさ、中入れないかな。引っかかんだよな。ダメだな、やっぱ。入れてあげないとダメか。解き放つか。まだ奴らが気づく前に。相変わらずのライノポットが、いない。あれ？ライノポットは？あれ、いねえじゃん。どこ行った？ライノポットがいなくなっちゃったね。どうにいるかちょっとわかんないね。とりあえず我々は。あ、失敗した。移動させちゃったじゃん。よし。解き放て。クリンパーペット。よし。よーし、入り込んできた。行け。戦闘開始だ。さあ、仕切り直し。今回は一味違うぜ。行け。よしよしよし。おっと、光がだいぶ来てるね。さあ、味方が一気に来た。ふい。さあ、て、ライノボットはどこにいる？またライノボットの呪いにかかんのやだよ。あんまし見てない方がいいかな。いなくなっちゃってたらどうしよう。まあ、特徴的だったんでね。気づくでしょう。見つかれば。よし、グレゴリー行く。負けねえぜ。ほら、行け行け行け。よし。さすがグレゴリー。行けるね。よし。ライノボットはどこだ？さあ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 。上に上がっていく。クリッパーペット上にいるけど。いた！ライノボットいたね。クリッパー。あーっと。ここやりづれえな。側近を倒せ！邪魔だ！ほら、行け！グレゴリー行くか。グリゴリ、ほい。ああ、下に逃げた。下行っちゃった。すげえ見づらい。出すと後ろだ。ああ、なんか登ってくんのか。どこ行った。ライノボットいるね。行け行け行け、倒せ。ああ、見えない見えないけど、めった打ち優勢かな。よし、ダメージ与えてんね、着実に。はい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 。おっと、出てきた。ほいほい。ティンフィスト。よし。よし、ゲッチュ。大丈夫かな？一人も逃がすんじゃないよ。これ開けてもしょうがなかったよね、確かね。古代の金庫。あれかな？あれあればいいな。スケルトン治療キットとかあると非常に助かるんだけどね。ないわ。さあ、ある程度倒したら拠点戻るよ。はい、倒して倒して倒して。さて。開けて開けて。わかんないじゃない。よし、ある程度やったか。こいつら治療キ、あ、治療キット持ってねえわ。あ、全然治療キットぐらい持っててもいいのにね。
持ってないわ。治療器としたりしないね。あった、素晴らしい。これを待ってたの。治療キットがあるだけでだいぶ違うからね。バックビースト、ちょっと一旦ここにしまっとこう。よし、でここら辺なんか入ってるかな。あ、ロボット部品とか入ってるけどね、他入ってないかな。おい、ピッキング、ちょっとピッキング回りしようか。おい、おい、はいはいはい、開けて開けて開けて、開けないと大変なことになっちゃう。よし、一旦戻るぞ。外れだな。うん、シャツか。外れだな。外れ。ないね。欲しいのじゃない。ロボット部品とかあるけど、それ以外はちょっとないね。よし。やばい。よし、どうせ。よし、めった打ち。帰ろう。とりあえず、第二帝国のアシュラのドームには、まあ、敵のドームを倒したんでね、いいでしょう。まずはボス撃破。担いで、拠点に戻り、痛い痛い痛い、なんかいる？意外とまだ起き上がってるのがいるね。起き上がってんじゃん。これ倒したからって人数減るわけじゃないでしょ。ねえ、もういいでしょ。十分よ。やった。あとは、まっすぐ拠点に帰りましょう。うっと、危ねえ危ねえ。で、拠点は、いや、お掃除ロボいっぱいいるな。こっちか。向こうにあんね。で、ちょっと気になるのが、檻よ、檻。檻は鉄板でできるじゃないの。並べておこうか。鉄板、鉄板か。鉄板よこしてもらう？よこしな。鉄板にしかなんない。お掃除ロボ一匹やった方が鉄板になるな。これ戦う？これめんどくせえな。言っちまえ。いけ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 。し、鉄板鉄板。ほい。ほいほいほい。すげえめんどくせえ。よし、鉄板回収してー。よし。ほい。ライノボットたちのね、檻を作んなきゃいけないからね。50個ぐらい必要になるよ。50個？違うな、25個だな。よし、とりあえずこんなもんだろう。持って帰ろう。家が引っかかってねえか？いや、引っかかってたわけじゃねえのか。倒れただけか。よし、帰ろう。なんなのあいつら、人のお家の周り、お掃除するわけでもないのに、そのワンちゃんたちの死骸を掃除しといてよね。よし、一旦中入れ。オッケー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 。で、比較的ダメージの負ってるもの。まあ、寝てなって。イエーガーだな。で、上に、奴らの檻を作りましょう。
さて、クラッシュしないでくれよ、また。困っちゃうから。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。ヨーヒアも行け。よしよしよし。みんなおのおの。はい。いいよー。はい。はい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 。あれ、ライノボット誰持ってる？あべ、俺ティンフィスト持ってなかったっけ？あれどこ行っちゃった？あれいなくね？あれどう考えてもいなくね？どっか行っちゃったか。俺今担いだと思ったんだけど。あ、なに？めんどくさいことになってない？誰か他持ってる人いる？サバ持ってない。クラブクイーン持ってない。バラモン持ってない。グレゴリー持ってない。ダストは？ダストも持ってないね。あれ？ライノボット行方不明になっちゃったな。誰か持ってない。マジか。あれ誰も持ってないね。あらら。持ってきてなかったっけ？せっかくの。はい、立てて降りよう。戻ればいるかな。よし。一旦外出て。フェニックスが持ってるでしょ。ちょっとスタース見に行くか。マジか、ライノボットどっか行っちゃったな。みんな回復は終わってるだろうから。ねえ。ちょっとスタース様子見てきて。ライロボットいた。オッケーオッケー。戻ろう。捕獲。ライノボット捕獲。入れる。よし、一匹目ゲット。よし、次行こう。しっかりとお家の鍵はかけとかないとね。鍵をかける。じゃあ続いては、ちょっと遠い1の方面、まあ、移動して、次回だね。1を攻めていきましょう。1に行くまでがね、怖いからね。どこにレギオンがいるかわかんないし。こっちもこっちで大丈夫かね。
みんな機械の操作しちゃってるけどさ、本当は寝ててほしいとこだけどね。自然回復じゃ、ああ、いるね。いるわ。これレギオンでしょ。ああ、でもスラルだから、スラルでもちょっと耐久力あるんだよね、やっぱな、こいつらな。おお、ちょっと待って、そんな堂々とそっち行かないでくれよ。いやー、マジか、こっちしか取れないって。ピンパ、よし。下げて下げて。アシュランドドーム行って、次回はアシュランドドーム1行くんだから、クリンパ引っかかってる。クリンパまだ引っかかってる。アシュランドドーム1。どういける？はい。大丈夫かな？またすぐ引っかかんだよな、こいつら。マジでめんどくさいね。かといって担ぐ、うわ、いっぱいいるな、右側。担ぐのもめんどくさいからね。下ろす作業が入っちゃうから。これじゃね？あれだな、見えたな。見えましたね。なるほど、入り口があそこか。とりあえず入り口近辺の方に行っておきたいとこだけど、まあこっち側からの方がいいかな。よし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 。でまたグレゴリーにあれだね、こっちの方まで行ってきてもらって、よし。次回はね、次回はそうだね、1と3をやってプレイヤー拠点に戻ってくるような感じにしましょうかね。なのですぐにバトルが再開できるように、もうこんなが、ちょっと先にクラッシュされる前にね、先に中に入れちゃいましょう。はい。さてグレゴリー行くぞ。ちょっと動きが怖いけど、よし、手前に置いて、よしよしよし。やばい、なんかカタカタ言ってない？大丈夫？よし、はい、オッケー。この状態まで持ってきました。で、第1のアシュランドのドームは、あ、若干でも見てください、敵のあれがちょっと貧弱な感じですね。その第1を守ってるのはどこにいるかな。第一のボスどこにいる？階層2にいるかな。あれ、ちょっと見当たんないね。スラルはいいけど、これにいない？いないね。まあ、どっかにいると思うんですけど、これか？レギオンのスラルだね。これか？まあ戦っているうちに出てくるでしょう。多分ね、特徴的な形してると思うんだよね。どれもこれも。ちょっと見、あ、これじゃね？ほら、いたいた。ここにいた。ちょっと装備が一番貧弱ですけれども、農業の長。ということでね、次回はこいつを捕獲しつつ、アシュランドドーム3行って、もう1匹捕獲して拠点に戻ってくるという。そうすると残すところは4と5がキャットロのとこかな。ちょっと覚えてないんですけれども、ここに首都ありそうだよね。まあそんな感じでね、進めていけたらなと思います。ちょっとね、細かく細かく刻んでいかないとね、いつクラッシュするかわからないんでね。それではまた次回お楽しみに。さよなら。